シフトモップがですね、まあ、従来はこうレバー式だったわけですけども、このちょっとしたスイッチのようなレバー方式になって、これをこう、まあ、切り替えると S モード、まあ、トランスミッションのモードが S モードに切り替わる、あるいは D モードに、普通のドライブモードに戻すと、あとパドルもついてますので、パドルを操作するとマニュアル操作できますね。結構低速から力のあるエンジンなので、かえって高速高回転引っ張ると、あのトルクが落ちてって、あの頭打ち感が出ちゃうので、2000回転から、まあ、3500回転ぐらいまでの間をこうシフト連続して走っていた方が気持ちよく走ります。少しタイヤがショックを拾って、まあ、ドライバーに伝わってくると。一応これ16インチかな、まあ、タイヤ履いてますけども、まあ、16インチにしてはちょっと伝わり方が大きいかなっていう気がしますね。この辺の操作系は全部あのタッチパネルですね。で、エアコン関係は物理的なスイッチになってて、まあ、これはこれで扱いやすいと。ドライバーズアシストはアダプティブアシストっていうのがついてて、モデレートすることができる。レーン逸脱警告とか接近警告とかね、これはブラインドスポットモニターかな。あんまりあのドライビングモードの選択がないんですね。いわゆるスポーツとかエコとかそういったドライビングモードの選択スイッチが備わってないようです。もう僕もどちらかというとドライビングモード選択するのはあんま好きじゃなくて、車が路面状況やドライバーの入力、ステアリングやペダルの操作、そういったものを読み取って最適な制御を常に引き出せれば、それが一番ねドライバーにとってはあの楽でいいはずなんですけど、その辺を
完成度を高めるにはものすごくいろんなデータを取って走り込んでマッチングしていかないといけないんで、その辺はある程度スポーツとかエコとかね、ノーマルとかって切り替えさせるっていうのは逆に言うと、まあ、その方が簡単なんですよね。でこういうふうにそういうものを外してなくして、あのドライブ車に全部任せるっていうことは、あの細かく非常に細かくそういったところのセットアップをしていかなきゃいけないので、完成させるのが本当に大変っていうことになります。ちょっとリアシートとかにもね乗ってみようと思います。そうですね、リアシートはねちょっと背中の、ね、リアシートバッグが起き上がってる印象ですね。で結構包み込まれ感はある彫りの深いシートバッグ使ってるんですけども、足元スペースもまあまあ余裕があります。でセンタートンネル、これは FF なんですけど、多分クワトロモデルがあるせいかここにセンタートンネルがあって、少し出っ張りがありますね。エアコンの吹き出しとか USB のタイプ C とかはありますけども、シートヒーターはこれには付いてないということですね。ヘッドクリアランスはあのセダンなんでちゃんと取られてますね。